君が見た夢の中で、私は誰に殺された？前に聞かれた質問だけど、白球さん、答えはここにあるの。なるほど。そう考えると、私はアジタのことを十分に信用していないようだ。白球さん、私は嘘をついてないよ。ああ、心配する必要はない。というより、今の私が無条件に信頼できる人間は、君一人なんだ。夢追い人。それから、やっと会えたね、影。ふん。因果応報、すべては虚妄なり。私は影の中から力を取り出すのも一種の規則だ。規則である以上、偽物を真実にすることができる。ほう、規則もあなたが一時的に作る偽物になれるのか。ドニグルを止めた時、君は意識を詠嘆に沈め、自身の力を取り戻そうとした。しかし、あの時君は成功しなかった。君が道具に身を置いている以上、規則に縛られることになる。少なくとも今、君は我々術と何の違いもない。思ったよりも賢いようだ。この準備から見るに、私が器具の分身ではないとあなたはいつから疑い始めた？時が流れていくにつれ、あの時の過ちが老朽にどんな災いをもたらしたかを、私はずっと推測し続けていた。この100年間、影を支配することがますます難しくなっていったのは偶然ではない。影の意志は遅かれ早かれ私の失敗の中で生まれたはず。ただそれがどこに身を隠したのか、私には予測できなかった。だから失礼を承知で、夢追い人の特殊性を利用して占いに適した夢を作り、私の推測を検証することにした。考えてみれば、この手で世界にもたらした災いは一つだけではないようだ。今さらそれに気づくとは、あなたの人生は実に惨めなものだ。白球、素晴らしい占いですでに決まった結果を検証する。トローに関しては、相変わらず粘り強いようだ。知っているはずだろ？私は形のない存在だ。身を寄せるところを束縛するだけでは、何の役にも立たない。ああ、確かに厄介だ。ここは話をするところではない。諸君、まずは器具の術の隠れ家を離れてから、じっくりと話し合おう。時間は差し迫っているが、石橋を渡る前に叩いた方がいい。核に関しては、ここに置いておくといい。わかりやすい嘘だ。張り切って出発！行くよ！
私にはまだ話したいことがあると、あなたは気づいているようだ。聞いてみるか？まず、あなたが何を予見したかはわからないが、今までの全てと同じように、あなたは私のことを深く誤解している。夢追い人、さっきのって一体何？核おばさんは急に悪人みたいな感じになったよね。あなたが目を開けた数秒間ですごいことがたくさん起きてた気がするんだけど。それは、私が病気になったっていうのはさておき、チャンスが来たら、加工おばさんは、少弱以外の術を全員殺すの？しかも、老朽を滅ぼすって。残念ながら、核はただの器具ではない。そう確認できた今、確かに核は、そんな能力を持っていると言える。それじゃあ、アジタの剣も、核の仕業だってこと？その可能性は低い。アジタは七術の中でもかなり特別な存在だ。今の状況では彼女はもう老朽に興味がない。そうとしか言えないんだ。でもあの死体は七術の中で彼女だけが肉体を完全に捨てることができる。それはさておき、七術は最も洞察力のある一人を失った。その事実は変わらない。その、緊張しないでよ。師匠がいるし、悪いことをしようとしてる核だって簡単に拘束しただろ。きっと万事順調、幸運が巡ってくるに決まってる。別に解決できないことはないだろ。言った方がいい？あなたの顔にこそ緊張っていう字が書かれてるんだけど。もう、恥をかくならそれでいいや。緊張するに決まってるよ。よく考えてみて。何年も会ってなかったジタおばさんが倒れて、その次は夢追い人の気絶。挙句の果てには何が起きたかもわからないまま、目覚めた夢追い人は師匠と一緒に格好おばさんを敵として扱ってる。急に色々変わりすぎて誰だって緊張するよ。そうだろ？コラリーは多分からかってないと思うよ。そう？でも
もよく考えたら本当に恐ろしいね。あんたたちはまだ少ししか一緒にいないけど、うちは奴と数十年も一緒にいて、ことあるごとにその意見に従ってきたんだよ。そんなの頭上に包丁が浮いてるみたいなものだろ。ああ、考えただけで震えが止まらない。少女くん、まさかすでに諸君には話をしているとはいえ、最初の当事者として事の経緯をもう一度整理する必要があると思う。すべては100年前に始まった。私はアジタの助言に従い、リカンの術相を一つの特殊なアストラルリングに閉じ込め、それによって英才を終わらせようとした。アストラルリングにそんな機能があるの？アジタはそれを行動のアストラルリングと呼んでいた。話によると、領域というものの中で特別な地位にあるらしい。しかし残念だが、あの時の私は気がせいて凡人の体で神の階段を登ろうとした。そのせいで宝物の良し悪しが理解できなかったのだ。私が理観の術相を統合しようとした時、影から放たれた巨大なエネルギーによってアストラルリングは砕かれ7つになった。私たちが持っているアストラルリングによく似た偽物はそこから来ている。ただ、影の意志も誕生するとは、100年前の私は考えもしなかった。言い換えれば、当時の高密度エネルギーが律者のような存在を生み出したってこと？うん。理観の術相を崩壊エネルギーの一つの具現に当てはめると、白球のやり方は、崩壊エネルギーを強引に集め、律者コアを生み出すことで、状況をコントロールしようとした。みたいなか。じゃあ、地球の経験だとは？残念ながら、地球の経験だと、それは無知で怖いもの知らずって言葉でも表現できないような過激な行動。というより、老朽がここまで存在できたのは、まさに奇跡だと言える。罪に関して言い逃れはしない。私は自ら罠に入り、道を切り開く。この件、師匠。少女、私は、いや、何でもない。とにかく、以前夢追い人が空中にある永久を見たとき、私は諸君を閉じ込めた。私の自分勝手な行動をどうか許してほしい。謝る必要はないよ、白球さん。もし本当に夢の予言みたいに束縛された影が再び自由を手にしたら、
老朽だけじゃなくて桜花まで基盤を失ってしまうかもしれないし。夢追い人もヘリアもコラリーも私も、あ、桜花にいる新雪姉さんもね、力になれることがあったら何でもするから。ちょっと、もちろん傍観するつもりはないけど、だからといってそんな口だけの約束をしないでくれる？でもセナは律者に似た存在を引き続き調べることも、世界の泡の未来のために考えることも徹底的にしなくちゃいけないって知ってるからね。それに老朽の住人である小尺は私たちと一緒に行動してきた仲間だし、見て見ぬふりなんてできないよ。いやー、まさに苦難の時に本当の友達がわかるってやつだね、夢追い人。感動だ。そう言ってくれてありがとう。ただ今はまだ諸君が行動を起こす必要はない。罹患の呪詛の前に立ち、自身の才能で人々のために災いを払う、これは術の責務だ。だからこれからはまず他の術と対策を練る。確かにその方が効率的だね。白球さんたちが対策を考えた後に一緒に行動すればいいと思う。とにかく絶対に遠慮しないでね。それなら一つ約束しよう。英才を永久に排除し、老朽と桜花を侵食から解放する儀式、それは確かに存在する。へえ。さすが師匠だ、自信満々だね。対策、白球さんはやっぱり夢追い人、何を考えてるの？なんだか目覚めてから考え事ばかりしてるね。まさかまだあの夢の心配をしてるの？お、夢のことを心配してるというより、その原理について考えてると言った方が正しいかな。そっか。正直に言うと夢と現実は真逆なのに、まさか師匠があんたの夢を状況を推測するためのサバンにするとは思わなかったな。はぁ、カクおばさん、考えれば考えるほど怖くなるよ。でも安心して、師匠と術がいる限り全てはうまくいくって。最悪の場合あんたにはうちがいるし。ねえ、少尺。はいはい、またうちを甘く見るつもりだろ？危険を前にしても暇を見つけて昼寝するような人間だってコラリーが言っただろ？だからうちと一緒なら世界の終わりがやってきても、万事順調だね。覚えるのが早いね。お互い様、これも受け売りだよね。ん？あれ？親切姉さんだ。桜花と老朽の電波がまた繋がったの？そういうわけじゃないみたい。白球側に何か特別な方法があるのかもしれない。確かに、白球さんが箱の元の持ち主じゃなかったら、こうして彼と特別な通信を確立できるだなんて想像すらできないよ。戦意起源、私たちがよく知ってるこの言葉に、実は世界の泡として
桜花が特殊だって事実が含まれてる。私たちには本物の終末のアンカーがあるけど、私たちの世界自体が本当は人工的に作られたもの。そして老朽はその逆なんだ。どういうこと？これも私と白球さんが話した後に確認できたことだよ。当時白球さんはアジタと手を組んで終末のアンカーの偽物を作った。そしてそれ自身の相互排他性を利用して本物の終末のアンカーを老朽の外に追い出すことに成功したの。そうすれば老朽にある偽物はリトストに制御されて影の規則と深く結びつくことができる。そして桜花を切り開いた本物は老朽を外部から安定させるための最後の保険になるんだ。より正確に言うと、記憶と時間の箱を影の支配できない場所に保管したってこと。ああ、そして今の結果から見ればあらかじめその手を残していなかったら今頃私たちにはもう死に場所すらなかったはずだ。現代技術で表現すると、あなたが体験したのは記憶と時間の箱というクラウドに保存された永久で集めたリアルタイムデータを脳みそ端末向けにコンパイルした演劇のサバンかな。理論上は同じようにデータの海と複雑な関わりを持つセナちゃん、そして私にもそういう端末になる機会があった。でも箱はあなたを選んだの。あれ、今偽物の終末のアンカーはリトストに制御されてって言ったよね。まさかそれって英単が誕生した時のこと？ドニグルが老朽を離れて探索できたのもそれが理由だったりして。いい推測だリトストとのつながりは確かにドニグルが自由に老朽と桜花を行き来できる根本的な理由だよ。というよりしていないから。ただ他の術との話し合いは急がねばならないようだ。じゃあうちも手伝った方がいい？そうそう、私たちも一緒に行こうか？いや、これは巨眼のやり方に関わることだ。でも慌てる必要はない。司書君には大事な仕事が残っている。その通り。私たちは終末のアンカーのとある可能性を確かめないと。それと私が離れている間、どうか少弱といろいろ話をしてほしい。白球さんは少爵を連れて行かないの？その必要はない。核が裏切った後、彼女は代わりに権能を行使できる媒介を失っている。そして一方で老朽を永久に閉鎖する可能性を考えればそうした方が
もっと人情があるかと。それでは、また後で。夢追い人、今は特に具合が悪いところなんてないよね。夢の中の私みたいに無理して病気になっちゃったら良くないよ。特にないけど、私はむしろみんなの中では唯一アストラルリングを直接使ってないから。それに予知や占いの能力なんだけど、この剣が白球さんにとってどれくらい重要かを考えると、そんな能力が無条件で使えるなら、多分今の私たちはまだ別の夢の中にいて試行錯誤を続けてるんじゃない？夢と現実、このまま分析し続けてもキリがないし、永劫回帰も考えてしまうことになる。でもあなたが知らないうちに、その潜在能力をアクティブ化する。それが。恐れてる？恐怖、尊敬、少しの哀れみもあるみたい。正直に言うと、ヘリアみたいな鈍感な人でも気づいたくらいだから、私の気のせいじゃないと思う。まあいい、本題に入ろう。夢追い人、あんたはさっき私たちに夢の中の出来事を話したでしょ。その時白球さんに関することを隠したんじゃないかなって、私たちはそう思ってる。あなたが話した未来を考慮すれば、そんな些細なことにも並外れた手がかりが隠されてるかもしれない。みんなに隠し事をするにはまだまだ勉強しないといけないみたいだね。それは。まあいいや、私たちの考えを知りたい術がいたとしても、老朽ではわざわざ目の前に現れる必要なんてないのかもしれないし。へえ、やっぱり彼らはあなたの夢の中で変なことをしたんだ。変かな。確かに変だね。でも隠し事をしたのは、別に彼らに何かを知られることを心配してるわけじゃない。彼らは最初から知ってるから。やっぱり。それは曖昧すぎるんじゃない？一体何の話？せかさないで、少し言葉を整理するから。なんて言えばいいのかな。夢の中で私はある殺人現場を目撃したんだけど、それは犯人も被害者も了承の上でのことだったの。了承の上？まさか殺されることを選ぶ人の夢を見たの？そう、術にとってそれが唯一の手段かどうかはわからないけど。待って、それって白球さんが。確かに
それは表に出すべき情報じゃないね。でも、つまりある意味で。うん。少女には、犠牲者にならざるを得ない可能性が存在してるってこと。道理で白球さんに陰謀を見抜かれても、核おばさんは少しも焦ってなかったんだね。リトストが死んだ後、世界を再び分離させる儀式なんて、そもそも存在してなかった。術たちの切り札は、ただの殺人だった、ってこと？どうやら、現実にいる核は、まだその切り札の存在を知らないみたい。だから、余計に何も恐れないような態度を見せたのかも。とにかく、文字通りの意味のタイムトラベルじゃないけど、私たちは世界を変える蝶々になったみたいだね。世界を変える蝶々？待ってコラリ、それって私たちにはまだ何かができるってこと？それはどうかな。一番楽観的に考えれば、事前に核を押さえつけられれば、術たちはもっと穏やかな方法で老朽の危機を解決できるのかもしれない。もし彼らには何もできないとしたら？ありふれた話だけど、誰もが聞いたことがある倫理的ジレンマだよ。さっき夢追い人が話したように、双方了承の上での殺人、そんなの私たちでも七術でも完璧な選択なんてできるはずがない。実際の状況を見れば、それこそが一番可能性が高いと思う。みんなにも分かってほしい。白球さんも小尺も、彼らはもう、その前提の上で100年以上も生きてきた。確かに、親切姉さんの言う通りだね。もしいい方法があるとしたら、この100年の間で老朽にいる誰かがとっくに思いついてるはずだもん。もし来たばかりの私たちが代わりに最善の選択をしたら、彼らが向き合ってたことはそもそも危機とは言えないんじゃないかな。でも、つまりそれって夢追い人が未来を予知してたとしても、私たちは何もできないの？もし小尺が術に殺されることが全てを解決する鍵だとしたら、今の私たちは結局、彼女が計画通りに殺されることしか勝ち取れないんじゃない？そうとも限らないよ。さっきはあんな風に言ったけど、別にみんなに諦めてほしいわけじゃない。どうしようもないことだとしても、今はまだそうかもしれないだけ。はぁ、たまに、あなたがバカかどうかわからない時があるよ。あなたはいつも他人よりも早く理屈を理解できるのに、理屈通りには動こうとしない気がする。え？理屈通りに行動してたら、人生に何の意味があるの？いや、別に反対するつもりはない。でも、そう考えると、私たちの知ってる小尺って、本当に自分を犠牲にするような人だっけ？その中に何か事情があったりしない？どんな事情があったとしても、まだ挽回の余地があるなら、100年もの間、何も変わらないはずがない。別の視点から考えると、ここに来たばかりのよそ者に指図されて運命が決まるくらいなら、そもそもこの世界に存在価値があるとは思えない。じゃあ、こんなにわかりやすいトロッコ問題を前にして私たちに何ができるの？あなたにとって別にそれほど難しくないでしょ。天命のバルキリーの作戦規則から引用すると、大多数の人々の味方をすべき。簡単な判断だけど、違うの？もちろん、ネゲントロピーで受けた教育によると、何を選んでも、
私たちは当事者と同じようにその重みを感じないといけない。世界に副次的な悪は存在しない。一つの個体の死は一つの世界の死を象徴する。私は算数を教えるけど、それは道徳と不可逆的な悪行を図ることはできない。それはそうだけど、たったの一日で本当に瞭然の策をひらめくとは思えない。瞭然じゃなくても別に関係ないでしょ。この世には様々な等価交換の方法がある。私たちはただ人に罪を背負ってほしくないだけ。そうでしょ。へえ、あなたの言いたいことが理解できたよ。きっと老朽を捨てる可能性を考えてるんだよね。それってパニック映画でよく見る人々を連れて呪われた地を出るみたいな？やっぱり違う世界のフィクションだけど、本質的には似てるんだね。ただ白球も終末のアンカーのことを何年も研究してたし、私たちに他のアドバンテージがあったりする？例えばデータ研究所が積み重ねてきた技術とか？それはもちろんやってみなきゃわからないでしょ。よかった。何はともあれ、手も足も出ないよりはずっと安心だね。でもより大きなトラブルに直面する可能性もある。例えば私たちも知らない他の要因があって、また術に敵意を向けられるとか。そんなの別に構わないんじゃない？夢追い人曰く、私たちは夢の中で彼らに勝ったんでしょ？それは、あまり本気にしない方がいいと思う。セナ、どうなるかわからないから、絶対に現実であんな風にしちゃダメだよ。白球さんが治療してくれるっていう保証はないし、それは根本的な治療法とも言えない。あ、みんなのプレッシャーを少し減らそうと思ったんだけど、ごめんね。大丈夫。まだ私がいるでしょ。少なくとも自分の交渉能力には自信があるんだけどな。確かに、あなたは爪を隠す政治的動物だ。もうその表現は大げさだよ。せいぜい普通のお隣のお姉さんだよ。さて、冗談はここまでにして、私たちが直面してる問題は相当難しいものだよ。コラリ、ヘリア、それとセナちゃん、可能性の検証をするために何とかして住人を一人終末のアンカーに連れて行って。そして夢追い人は、あなたにはもっと重要な仕事があるの。白球さんも言ってたけど。おや、賑やかだね。何の話をしてるの？うちも特に用事はないし、暇だからあっちに行ってみない？少弱、私たちは。あ、ごめんね。私たち三人は一度大家に戻らなきゃいけないの。親切姉さんから大事な用事で呼ばれたから。急に聞こえるかもしれないけど、彼女たちに手伝ってほしいことがあるのは本当なんだ。大事な用事？怪しい。夢追い人は一緒に行かないの？あ、実は私も。うん、呼ばれてない。理由はよく知らないけど、喧嘩でもしたんじゃないかな。そういうわけじゃないよ。課題を終わらせなかったことに対してのちょっとしたお仕置き。ほら、親切もそう言ってるし、課題を終わらせることの方が重要な仕事でしょ。
心配しないで。別に戻ってこないわけじゃない。へえ。それは時間に注意しないとだね。万が一儀式に間に合わなかったら大変なことになるよ。うん、安心して。絶対にまた会えるから。善は急げ、早速出発しない？うん。本当に急ぎの用事みたいだね。いつもより早く歩いてる。じゃあ、うちらも行こうか。まあまあ、そんな真面目なことじゃないよ。琥珀街の方が騒がしいって聞いたから、何か面白いことが待ってるんじゃないかなって思って。面白いことがなかったとしても、うちはまだ琥珀街をちゃんと案内してないだろ？あんたの課題とやらは、こっちの風土とも関係があるんじゃない？あ、うん、そんなところかな。でも、それもそうだよね。今までの出来事は、私の夢だったし。でも、親切姉さんたちが私をここに残したのは、一体、機会があったら、少爵と直接話してみるのもいいかも。違う。そういう行動は軽率にやっても何の役にも立たない。夢追い人、あんたなんか遠慮してない？え、してないよ。実はちょうどここのことをもっと知りたいと思ってたんだ。そうだ、まずは有名な老朽の銃の楽しみから始めようか。おや、2だね。わかった、今日は一つ残さず案内してあげるよ。待って、うち老朽の銃の楽しみの話をしたかな。これは琥珀街でこんな光景を見るのはいつぶりだろう。あ、いや、そもそも老朽が切り分けられた時から琥珀街でこんな大掛かりなものを見たことなんてないよ。俺は夢の中より随分と動きが早い。へえ、老朽の住人にとって七術全員が目を覚ましたことは祝うべき大きな出来事なんだね。でもうちは一人にしか教えなかったのに、どうしてこんな。ああ、手柄を横取りしてご褒美を手に入れようとする人がいるんだね。わかり、どういうことか聞いてみる？まあ別に口出しする必要はないんじゃない？他の術にとってご機嫌取りは効かないだろうけど、うちはむしろ気に入ったよ。初めて会った時にも言ったと思うけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。あんたを連れて歩き回るつもりでいたし、この方がもっと賑やかだろ。でも着替えてる時間はないけど、できるだけバレたくないかな。特にあいつは会っただけで大騒ぎになりそうだし。でもずっと同じ町で暮らしてたし、難しいんじゃないかな。その通り。難しいからこそ、やってみるんだ。
言ったら笑われるかもしれないけど、小さい頃は有名人になりたかったんだ。だって有名になったら、街中を歩き回る時に威張れるし、お金を稼ぐのも早い。でも本当に有名になったら、やっぱり賑やかな場所が好きだって気づいたんだ。あ、みんなが周りをうろうろするような賑やかさじゃないよ。それもうちが学んだことなんだ。夢追い人、ここを歩いてる人たちのことはわからないよね。確かに。そういうこと。平凡な日々こそが心を癒してくれる。こんな素敵な場所はこうしてないと楽しめないよ。そういうこともあるだろ。名声を手にしたら平凡な日々を失ってしまうってね。じゃあ何かフォローした方がいいかな。仮面を探してくるとか。そんなの不自然すぎるよ。安心して、うちも伊達に世間を渡り歩いてきたわけじゃないから、存在感を消すコツは心得てる。人前に立たない限りそう簡単には気づかれないんだ。いいなぁ。時代になってもこういう曲芸をする人がいるんだ。腕がなまっちゃったのが残念だよ。昔だったらうちの腕前を見せてあげられたのに。違う違う、そんなことをしたらバレちゃうね。うん、少しブラブラしよう。ブラブラしよう。おかしい、普段はこんなに人気じゃないのに。まさか桜でも雇ったんじゃないよね。へえ。あ、うちの記憶力ったら。夢追い人、早くこっちに来て、一緒に選ぼう。いや、気がついたら自分が楽しんでたなんて、うちってダメだね。お客さんのあんたをもてなすのが先なのに。さ、好きなものを選んで。どうせ、せっかく老朽に来たんだから、手ぶらで帰らせるわけにはいかないよ。さあさあ、遠慮はしないで。夢追い人？本当に大丈夫？あの夢を見てから、あんたはずっと心ここにあらずって感じだけど。あ、ごめん。この目で老朽の破滅を見たから、今でも少し怖いのかも。夢の中よりも、もっと心を込めてそばにいて、後悔のないようにすることはできるけど、そんなの、何の意味があるの？今の私には、老朽の運命に干渉する能力もなければ、誰かを天秤の上に置く資格もない。でも、
ただの傍観者としているのなら。親切姉さんたちに何かできないかな。そういえば、今までいろんな出来事に対応してきたけど、よく考えたら老朽は私にとってまだそんなに知らない異郷なんだよね。なんて言えばいいのかな。こんなに賑やかな景色を見てると少し目が回っちゃう。もううちがいるだろ。今日のうちは珍しく気前がいいからね。欲しいものがあったら遠慮はいらないよ。ああ、わかった。まだ師匠の話を考えてるんだよね。二度と会えないかもしれないっていう話。そんなところかな。何かを選ぼうって言われても、すぐには決められないよ。それもそうだね。好きなだけ買ってあげることもできるけど、選別の贈り物になる可能性がある以上、多かったら逆に特別感がないよね。じゃあ、ここで決められないなら、まず、やっぱり小尺が決めて、あなたの好きな場所を見て回った方が、より良い旅行ガイドになるんじゃないかな。それはダメだろ。客に付き合ってもらうわけにはいかないよ。遠慮はいらないって、少女もそう言ったでしょ。私自身の希望なら、セナたちが戻ってきてからでもいいと思うよ。その時にはもう考えがまとまってるかもしれないし。それでもいいけど。じゃあとりあえずそうしようか。師匠がまだ戻ってこないうちに、いろいろ見て回ろう。きっとすぐに戻ることはないだろうし、まずは目の前のことを楽しもう。さて、次はどこに行こうかな。人生は食べる、飲む、遊ぶ、楽しむものだから、一つずつ挑戦していこうか。あ、いやー、よく考えたら少し意気込みに欠けるかな。やっぱり名器の揚げ菓子か。味に関しては本当に一途だね。ドニグル？お前たち割り込むな。こうなるとは思わなかったよ。お菓子を食べるだけなのにそんなに驚くか。でもここで。そりゃそうだろう。無駄話ばかりだな。あれ、セナたち。ここはうるさいから、ちょっと離れたところで受信するね。受信？ああ、大岡からの？わかった。一人で並ぶから、ちょうどあんたに適当に見て回ってもらおうかと思ってたんだ。すぐに戻ってくるから大丈夫だよ。少女と一緒にいるのも別に悪くないし。もう遠慮しないでよ。早く行って。
結局ついてきてくれる人は一人もいないね。七術全員が目を覚ましたのって彼らにとっては本当に大きな出来事なんだね。コラリ、比較的損は少ないけど、実際ここを故郷だと思ってる人にとって人は守れても場所を失うのは簡単に受け入れられない提案だと思うよ。仕方ない。ここでの恐怖の特殊性を考えると、私たちは捉えどころがない噂で交渉するしかない。夢追い人？どうしてここにいるの？同じことを聞こうと思ってた。なんて言えばいいかな。夢の中の状況と大して変わらないみたい。なるほど。少女と一緒にあちこち見て回って、隙を見つけてこっそりこっちに来たんだね。私たちも老朽にいるほとんどの人がここに集まってるとは思わなかったよ。つまり、セナたちはここで人を探してるってこと？うん。でも見ての通り、まだ何の進展もない。それと、親切曰く、住人たちを移す方法を実現できたとしても、大岡市民に与えうる影響を考えると、データ研究所はすぐには動けないんだって。何せ影の荒波の中で、大岡がどう生き残るとか、今後影の権能が大岡を侵食しないようにする方法とか、どちらもすぐには解決案を出せない状況だから。それに、老朽の住人はそう多くないけど、大岡に彼らが暮らす場所を作るなら、競技場くらいの大きさでも、決して簡単なことじゃない。確かに、現実的な問題だらけだね。でも、個人的な考えだけど、七術がいなかったら、ううん、老朽のみんなの努力がなかったら、今の大岡はそもそも存在してないと思う。どんなに倒しても、悪魔は異なる時代に異なる形で再び現れる。私たちの目の前にあるのは、定めのない未来のみ。未来のことは、また未来で話そう。ユウン先生は昔、そんな話をしてた。なんだかそれって、ただある仕事を引き延ばそうとしてるように聞こえるけど。うん、要点はそこじゃないと思うよ。確かに、あまり本題からそれない方がいい。夢追い人、さっき親切姉さんと話したんだけど、少爵は、どう見ても、自分が犠牲になることを選ぶような人じゃないの。でも、あなたがあんな未来を夢で見たということは、老朽の真相には、私たちがまだ明らかにできていない部分があるはずだよ。それって、本当の彼女は、私たちが知ってる彼女と全然違うかもしれないってこと？話せない事情があるっていう可能性も否めない。それに術が常識を超えた人たちばかりだとしても、どうして一人を殺すことで世界を救えるのか、それ自体がおかしいと思わない？とにかくトロッコ問題の中では、あなたがどの立場にいたとしても自ら死を選ぶ人は救えない。だからまだ時間があるうちに何か聞き出してみて。こっちは他の方法を試してみる。でも、私たちのプランがどれだけ完璧だったとしても、重要なのは、彼女自身が生き残りたいかどうかだよ。じゃあ、もし彼女の考えを変えられなかったら、そもそも彼女の考えすらわからなかったとしたら、何しろ、彼女は欺瞞の術だしね。それならこの時間を使って、ちゃんと彼女に別れを告げて。コラリー。そうだ。何か聞き出してっていうのは、もしかしたら、彼女の決断に干渉するためじゃなくて、あなた自身が、
どう決断するかを考えるためなのかもしれない。だって、もういい。そこまで細かく説明する必要はない。オラリーってば、どうしていつもあと一歩っていうところで急に恥ずかしがるの？とにかく夢追い人、まずはあなたのやり方で彼女のそばにいて。たとえ、縁起の悪いことはやめよう。とにかく、なるべく彼女から離れないで。証拠のない勘だけど、なんとなく感じるんだ。どんな決心を抱いたとしても、その瞬間がやってきたとき、彼女はやっぱり怖いと思うって。わかった。じゃあ、また後で。そのとき、お互いにいい情報があるといいんだけどね。うん。そうなるって願ってるよ。それもそうか。もともと運命を共にするような関係だし。うちもバカだね。どう考えてもあんたのわけない。じゃあね、ドニグル。ドニグルはもう行くの？まあ、あいつはうちとあまり変わらないんだ。気ままに動くからね。それに、リトストおじさんのこと以外は素直じゃないんだ。まあまあ、この話は置いておいて。早く食べてみて。ありがとう。実は私もこういう脂っこくてサクサクしたお菓子が好きなんだ。嘘。全然そう見えなかったよ。だいぶ改良を重ねてきたけど、老舗のものだし脂っこくて甘いから、若者にあまり好かれてないんだ。うちは昔苦労してて、脂っこくて甘いものは滅多に食べられなかったから、こういうのが気に入ってる。さっきはあんな風に振る舞ってたけど、本当は、あ、別にわざと美味しくないところに連れてきたわけじゃないよ。これも老朽らしい食べ物だからね。食べ慣れないなら別の店を案内するよ。気に入ってるから大丈夫。でも少女くん、それよりずっと気になってたんだけど、少女くんはいつも昔の暮らしを懐かしんでるみたい。しかも、その日々は術とはあんまり関係がないように見える。私の気のせいかもしれないけど、もしかしてあなたは、術になることを望んでなかったの？なぜか、いつも物語の登場人物を思い出しちゃうんだ。地位と富を手に入れたのに、結局、普通の生活を望むようになるっていう人物を。はいはい。うちは違うよ。後のことはさておき、100年前のあの頃は、術という肩書きだけで職には困らなかったし、名を馳せることもできた。選べるなら、みんな術になりたいに決まってる。ああ、うちが生活感の話ばかりしてたから、誤解させたんだね。でもそれは別に矛盾してないよ。他人の普通の暮らしを見るのは好きだけど、もし有名人やお金持ちになれるなら、誰だって楽に暮らしたいだろ。あんたは違うの？でも、今考えてみると、術になることは、利点ばかりじゃない。そうだよね。アストラルリングの制限以外にも、術という肩書きは
大きな責任を意味する。あ、そういえばまだ小弱のアストラルリングにどんな制限があるのかよく知らないね。白球さんがこう話してたということは。もちろんだよ。利点しかないことなんてあるわけないだろ。あんたの質問だけど、自分では術の力を使えない。それがアストラルリングがうちに与えた制限だよ。だから欺瞞って呼ばれるんだ。でもその話は、よく考えてみて。もしうちが普通の人間だったら、とっくに年を取って病気で死んでるかもしれないだろ？まあ、そうとは限らないかも。うちもスカダーおじさんから何かを教えてもらってたら、あんたはシワだらけの少弱に会えるかもね。そうしたら本当に少弱おばあちゃんになっちゃう。とにかく、うちはとっくに納得してる。何年も前から、一日でも多く生きてるだけで儲けたみたいに思ってる。さ、この話はこれ以上しても面白くないし、お腹を満たしたら他の場所に行ってみようか。お菓子はいつでも食べられるけど、面白いものは、今しかないんだ。みんな、真夜中の花火まであと半時もないよ。へえ、今日はちゃんとした花火があるんだ。半時もな。師匠が戻ってくるよりも早いかもね。なんだろう、なんだか賑やかだね。